ラジーシチェフの肖像画、アレクサンドル・ニコライヴィッチ・ラジーシチェフは、帝政ロシアの貴族、思想家。ロシア帝国時代の貴族で、女帝のエカチェリーナ2世に仕えた。1773年に、エメリアン・プガチョフによって、プガチョフの乱が起こると、女帝に、濃度解放を訴えて、多くの著作を発表した。 このため女帝に警戒されるようになり、1789年にフランス革命が始まるとついには危険な思想家として逮捕され、その著作は発禁となり、シベリアに流刑に処された。シベリアに流されている間も、濃度解放など多くの著書を発表したりしている。一方で、地元民に対して教育を施したり、主導を行ったりして、地元民には慕われたようである。 1796年11月に女帝が死去して、パーベル一世が即位する。パーベル一世は、母ミカドの政策を徹底的に否定し、流罪にされていたラジーシチェフも罪を許されて、帝都、サンクトペテルブルクに召喚された。しかし、召喚されたとはいえ、彼はその思想を変えようとしなかったため、パーベルは厳しく監視させている。 1801年3月にパーベルが暗殺され、アレクサンドル一世が即位すると事態は急変する。父の政策を否定するアレクサンドルは、ラジーシチェフを危険な思想家として迫害し、ついには逮捕しようとしたため、追い詰められたラジーシチェフは1802年に、服毒自殺を遂げ、54歳で亡くなった。1790年。 ペテルブルクからモスクワへの旅を観光し、当時のロシア濃度性の実態を生き生きと描いている。これは、ペテルブルクからモスクワへの旅日記のスタイルを取りながらも、農民の悲惨な日常と貴族による農民に対する非人間な扱いを克明に記して、濃度性告発の主張が込められていた。その中には、農民は前の地主のところでは年貢を収めていたが、 今度の地主はそれを不駅に変えてしまった。地主は仕事を怠けているのを見ると、その怠けぶりに応じて、仕事、杖、防衛で打った。地主のドラ息子たちは、暇があると、村や畑をほっつき歩いて、農民の妻や娘をもてあそんだ。彼らの手込めを免れた女性は、一人もいなかった。という記述もあった。エカジェリーは、この本を発禁処分とし、 著者に対しては、プガチョフよりも恐ろしいと述べて、シベリアへの流刑に処した。彼の著作は、アレクサンドル・プーシキンをはじめ構成のロシアの思想家に多くの影響を与え、1861年のアレクサンドル2世による濃度解放令の原因の一つとなった。しばしば、ロシア革命の先駆者としても扱われる。なお、 シベリアに流刑に処された際、当時ロシアに漂流していた日本人の大黒屋高大友と会見したという。その大黒屋高大友の帰国に尽力した博物学者キリル・ラックスマンが1796年1月に日本への学術調査に出発する予定でシベリアに向かったがトボリスクから100キロ離れたガ外カ半で病死したと聞いたラジーシチェフは 元の上司ボロンツオフ公爵にあてた書簡で深い哀悼の念を伝えている。彼は偉大な学者であったラックスマンを心から尊敬しており、流刑先のイリムスクで対面できると期待していたので、ある。ありがとうございます。